ハイスペックだってこういうことだなみたいな、まあ、エリートのエリートたるゆえん、論文 YouTuber 笹庭です。本日は小林さんをゲストにお迎えしました。国際関係論を学んでいる東京大学4年の小林武史と言います。一般の人はですね、こう文系の最高峰って聞かれるとなんか法学部っていうのにイメージされるんですけれども、実はですね、こう東大の文系の最高峰どこかって言われると国際関係論、まあ、通称国関っていうコースがあるんですよね。でこれはあの教養学部の後期教養っていうところにあって、教養学部っていうのは駒場にあるんですけど、そのまま駒場に残る結構意識高いと称されがちな国関なんですけれども、まあ、現在通っていられるということで国関エピソードみたいなのを今日は聞いていきたいと思うんですけれども、まあ、まずはじめに国関行きたいなと思ったきっかけというか、はい、まあ、僕がもともと文化三類文三に入った理由はもう、はい、端的に数学ができなさすぎるっていうもうそれだけなんですけど、はい、とにかく東大に入ろうと思った時に選択肢が分散しかなかったので、うん、分散にとりあえず入って、とりあえず入った、とりあえずやってたらなんかとりあえず点数がなんか取れてしまった、おー、すごい、進学選択の時の点数が、まあ、なんとなく取れて選択肢が、うん、まあ、結構あって、でまあどうしようかなって思った時に、多分僕あんまり自分で考えてないから、そのか今おっしゃってたように、はい、そのなんかコースがその国間エリートコースみたいなのがまことしやかにささやかれているじゃないですか、はいはいはい、でとりあえず行くかみたいなあんまり何するかよく分かってなかったんですけど、まあ、行けば人生こけはしないのかなみたいなぐらいの気持ちで本当に行っちゃって、結構なんか珍しいなという印象がありますね。僕も一応あの文学部文三のフランス語だったんですけれども、うん、まあ、同期には国関とか行った人もいるんですけど、はい、まあ、文一から国関行った人もいるんですけど、どちらとも結構意識高いザ・エリートみたいな人たちで、海外で働きたいとか学んでいきたいとか、そういった野望のもと、まあ、点数をちゃんと取り、まあ、文一から国関行くのはまあまあそれほど大変ではないんですけど、文三から国関行くにはなんか点数がめちゃめちゃ必要みたいな話を伺って、確か80何点でした、まあ85かもしれない、80は絶対超えてると思う。85ってもうちょっとちゃんと勉強してちゃんと取らないといけないっていう点数で、僕は一応文三から文学部なんですけど、僕60点もなかったような気がするぐらいどうなんですか、点数ってやっぱ取るの大変だったんじゃないですか、それとも割とこうすんなり取れた感じなんですかね。一般的にやっぱり85点とかっていうとうわすごいねみたいになると思うんですけど、うん、まあ、僕はちょっとある種裏技を使ったというか、裏技東京大学には第二外国語、まあ、みんなあると思うんですけど、うん、その英語以外にもう一個言語を選んで、まあ、それで勉強していくっていうシステムだと思うんですけど、実はその第二外国語にその裏技の秘密があって、はいはい、まあ、僕はイタリア語を選んだんですけど、うん、まあ、端的に言うとイタリア語めちゃめちゃ点数くるんですなんかなるほど、二外の授業でも結構点数を底上げ、いやそうなんです、僕その進学選択の時の最低限決められてるやつ以外は全部イタリア語で埋まってますとにかくイタリア語の単位だけで埋めて、まあ、点数かさ増しっていうのが、うん、まあ、イタリア語選んだ人は知ってるんですよね、みんなその事実を知ってるんですけど、僕これあんまり言うとイタリア語の友達とか後輩から怒られちゃうかもしれない噂ぐらいのそういうらしい、そう都市伝説、都市伝説ぐらい、まあ、都市伝説ぐらいの参考にするかあなたし本当にあなたし、確かに二外ってこう何でしょう、言語によって特徴が分かれていて、例えばスペイン語だとチャラいとか、はいはい、フランス語だともうなんかキラキラしてるとか、ドイツ語だとちょっとあの真面目系とか、中国語とかもまあ結構メジャーとしてあるんですけど、まあちょっとマイナー言語として、マイナー言語って言ったらちょっと失礼かもしれないんですけど、まあロシア語とかちょっと変わり者みたいな話とかあって、韓国語とかイタリア語はあったんだみたいな確かにっていう印象ですよね。僕も知り合いに韓国語イタリア語の知り合いってもうだっけなみたいなぐらいのレベルの少なさですから、そこでそういう裏技というか、そうなんですよ、80後半を取るのは、まあ、めちゃめちゃ大変っていうほどではなかった、まあ、それなりに勉強すればまあいけたという感じなんですかね。そうですね、だからイタリア語さえやってれば、はい、なんですか、ね、あとはイタリア語の単位で埋めていけばいいんで、まあ、結構僕だけじゃなく僕のクラスの人は割と本当にマジみたいなそんなに点数上がるんすかみたいな、僕のクラスの友達で92とか3ってやつ彼本当に全部できましたけど、医学部とかは普通にいけちゃうレベルの点数ですから、まあ、ちゃんとそれを勉強で取るのは結構大変苦しいと思いますけど、意外ってすごいこう入学してすぐ選択するんですか、はい、まあ、でそれぞれの特徴があって、でそれでこう内部情報して、ね、イタリア語を選択できるかどうかはまた別問題ですよね。そうですね、別問題ということなんですけど、
やってる授業の特徴といいますか、なんかこれは印象的だなとか、これはきついなみたいな授業があったら教えてください。国際関係論の授業は基本的に僕らは必修が3つあって、はい、1つが国際法、もう1つが国際政治、はい、で最後は国際経済で、はい、一番僕が辛かったっていうか印象的だったのはその国際経済、一番最後の国際経済で、まあ、そもそも僕数学が苦手なんで、その経済学本当に分かんなかったんですよ。なんかグラフで積分するって言われるんですけど、僕もその頃には積分が何だったか何も思い出せなくて、話についていけない上に、その授業はその日本人の教授で、僕ら日本人のその生徒に対して英語で教授が授業をするっていう形をとってて、なので、まあ、まず僕英語そんな聞き取る帰国子女でもないんで、聞き取れないし英語が分かんないし、さらにそのなんか経済学も分かんない、日本語で聞いても分かんない経済学を英語で話されるので分かんない、そのなんか全然分からないテクニカルタームとか出てきて分からないんで、その本当に分からないかける分からないみたいな、そのバカ方程式みたいになっちゃってて、数学苦手だから経済苦手で、しかもそれを英語でやられるという、そうですね、単純そう本当にです。こう周りの雰囲気というか、なんか僕とかの印象的にもう超エリートとか、もう卒業したら、外務省コンサルエリート商社みたいなイメージがあって、すごい結構海外に留学する人も多いと聞くんですけれども、実際にこう小林さんが国間の人たちと触れてた印象みたいなのはいかがですか？結構みんなその外務省とかコンサルとか、まあ、そういうエリートコースに進んでいくのはまさしくその通りなんですけど、僕が入る前にイメージしてたのは自分が一番だとか、いや俺はエリートだぞみたいな人たちばっかりかなとも、まあ、ちょっと思ってたんですけど、実際入ってみるとみんな結構バランスが取れてるっていうか、なんか別に偉そうで、まあ、偉そうにしてる人そんないないかもしれないですけど、別にこう自分にすごい自信があるような人たちでもなくて、普通にこういい意味ですごい普通なんですよね。話してることとか、そのなんか授業の時の感じとか、普通も大学生で、でも本当にそういう風なエリートコースにも行くし、ちゃんとした遊び方も知ってるしちゃんとした遊び方もですね、人のことを考えられるし優しいしみたいな感じで、もうなんかただ単純にハイスペという、いや本当にそうですね、これがハイスペックだってこういうことだなみたいな人たちがいっぱいいて、僕はもう申し訳なくなってますよね。いや確かに僕も国家の隣の授業で受けてた時に、なんかちょっとチラッと様子見たりとかこっそりした時は、なんか割とこう和気あいあいな印象もあったんで、あ、社会ができる大学生でかつこうスペックが高いという、まあ、エリートのエリートたるゆえんみたいな、いや本当にそうですよね。だから毒の一つも吐けないんです。辛いですね。これなんかいやでもあいつらはとか言えたら多少救われるような気もするんですけど、何も言うことなくて、普通にいいとこだなって、本当にいいとこしかなくて、ただただ辛い。国際関係論の闇みたいな動画にはならない。残念ながら光、国際関係論の光。ただただすごい。あ、なるほどな。逆にこの授業はちょっとためになったとか、面白いなとか思った授業がもしあればやりたいんですけど。すごい面白かったのは、はい、必修の国際法で、国際法は、まあ、毎年そうだと思うんですけど、6人7人ぐらいのゼミに分けられて、でそのゼミごとに TA っていうそのなんか院生の方、うん、指導役の院生の方がついて、そのゼミで模擬裁判をやるんですよ。いきなり模擬裁判、国際法上の模擬裁判というか、 ICJ のその規定というかプロセスを模して、原告被告側と裁判官に分かれて、でそれでなんか TA の人からこういうことが起きたとします、僕らの時は確かそのテロリズムがあって、はいはい、そのテロリストがその別の国家に攻撃した時に、こっちの国とこっちの国はなんかどういう風な、ちょっとあんま詳細は覚えてないですけど、まあ、そういうような、その国際法上の議題を出されて、こう各チーム、原告被告裁判官ごとにいろいろみんなでリサーチして、わからないなりになんかやるわけですよ。こういう意見がいけるんじゃないかっていうのをこうやって、それはすごいなんか新鮮で面白かったですね。一般的によく言われる模擬裁判ってなんかすごい法学部の授業とかで、まあ、なんかそれこそこう原告引くに分かれて民事刑事とかを扱うみたいな印象ですけど、それの国際版ということ で、なかなか普通じゃ味わえないロープレだなという、いや本当に僕そういう法学とかも本当に一切知らないままに手探りでみんなでやるんですよ、その国際法を学んでからやるんじゃなくて学びながらやる、みんなでなんかみたいな、これは何みたいな感じでやってって、まあそういうのがちょっと面白いですね。その全部知っててやるんじゃなくて、なんか分からないことを分からないなりにみんなで一緒にやるっていう、結構久しぶりにそういう経験をして実践形式で学んでいくという、そ
そうですね。いわゆるアクティブラーニング的な。アクティブラーニング的な。だいぶ結構ハードルの高いというか、ちょっと重荷なアクティブラーニングですね。確かに。でもなんかすごい楽しそうでいいなと。最後にですね、国家を目指している将来の国家の生に対して一言というかメッセージ、アドバイスもしあれば。点数は取ってくださいよ、本当に。点数取れないともうどうしようもないのはもう摂理、自然の摂理なので、まあ頑張って、いや大変だと思うんですが、点数を取ってください。で、その上で国家、もうめちゃくちゃいいところですね、やっぱり。僕みたいな、なんかやる気もなんかないし、特に目的もないまま来てる人間にもみんな優しくしてくれるので、まあなんか迷ったら国家来たらいいんじゃないですか。いやちょっと迷ったら国家行けるような点数じゃないからね。なんとなくで来ていい場所ですね、国家は。意外と結構潰しが効くというか、いや本当にそうですね、いろんな法も政治も経済もやるし、で教養学部の他の授業も取れるので、前期の授業も取れるので、こだまに残るので、なんかよくわかんないなって思ったら国家で。まあなんかよくわかんないとなと思ったら、点数が高い人は国家です。まあまあ国家行きたい人はまあイタリア語、イタリア語行けばいいんです。裏技でこんな感じでインタビューしていきたいと思いますので、他の動画もご覧ください。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。小林さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。